まず、ちょっと冒頭ですね、社民党としての、ちょっと記者会見ということで、福島党首の方からちょっとまずお願いをしたいと思います。はい、どうも皆さん集まっていただいてありがとうございます。今日は何といっても岡崎紗恵子さんの、この、予定候補 の、 本当に決意表明を皆さんたちに聞いていただくというのがメインですが、一言記者会見を冒頭やります。まずウクライナの戦争を何としても止めたい、平和で平和は大事、戦争反対、武力で平和は作れないということです。ですからそのことを大事に社民党憲法9条を変えさせないためにも頑張っていきたいというふうに思っております。以上です。ここまでの貢献で何かご質問ありますか。なければじゃあ引き続き進めさせていただきます。今日は社民党の常任幹事会で、参議院の全国比例の候補者決定させていただきました。で、社民党のいわゆる公認候補ではありません。社民党の全国比例にですね、推薦枠として、社民党ではない新社会党さんの候補者を搭載をさせていただいて、そして一緒に戦う、一緒に参議院選挙を戦うという、そういう決定であります。私たち社民党はですね、政策、基本的な政策が一致するさまざまな政党の皆さんと、あるいは政治団体の皆さんと一緒にネットワーク型でですね、選挙をやらないかということをですね、ずっと協議をさせていただきました。その中でですね、全国比例の名簿に、新社会党さんが決定された候補者をですね、推薦枠として搭載をさせていただいて、そして一緒に参議院選挙を戦うということになりました。今日はですね、私が社民党に入党したのは2007年というですね、参議院選挙の大阪選挙区で立候補した時ですので、その社会党がからのですね、さまざまな流れをですね、現場で知る人間ではありませんけれども、しかし社会党の流れを組んだですね、社会民主党と、そして新社会党がですね、こういう形で、ね、全国の国政選挙を一緒にこういう形で戦うということになったということは、これは歴史的に考えても非常に重要な出来事だというふうに、私自身は受け止めて、大変今日の記者会見をこういう形でできるということに対して喜んでおる次第です。今日は社民党の福島党首、そして新社会党の岡崎委員長、それから候補者の岡崎紗恵子さんお見えになっておりますので、それぞれご挨拶をいただいた上で、あと質問があればまたお受けをしたいと思います。じゃあまず福島党首の方から。はい、今日は本当に嬉しい日です。岡崎紗恵子さんが一緒に戦うということで記者会見をやることになりました。岡崎博美委員長とはいろんな意味でとても仲良くやってきているわけですが、今服部幹事長が言ったように、今憲法改悪が言われたり、そして新自由主義がここまで命を粗末にしているということが明らかになった今、志や思いを共通にするできるだけたくさんの人たちと本当に手をつなぎ政治を変えたいというふうに思っています。政治を変えるのはもちろん現場ですが、やっぱり国会の中にそういう仲間を増やしたいというふうに思っております。ですから一緒に社民党の名簿で、社民党の名簿というか推薦で一緒に戦うということで、比例で本当に複数人当選者が出るように私自身も頑張っていきたいというふうに思っております。その意味で今日までこぎつけるために話し合いをしてくださった皆さん、努力をしてくださった皆さん、とりわけ決意をしてくださった岡崎紗恵子さん、本当にありがとうございます。以上です。はじめまして、新社会党の委員長をしております岡崎博美と申します。
まあ、今日おいでの記者の皆さんは若い方が多いので、新社会にとってそもそも何だというあのことから本当はお話ししなければならないかと思います。まあ、後ほど時間がありまして、ご質問でもありましたらお答えをさせていただきたいと思いますが、まあ、簡単に言うと、1994年小選挙区制導入を含みます政治改革法が提案をされましたときに、当時日本社会党は93年の総選挙前までは小選挙区制導入反対という立場で活動しておりました。ところが総選挙に入った途端にですね、小選挙区制に賛成をするということを条件に、選挙の結果連立を組んで与党に入れる、それを飲むという形で私ども選挙をやっておりましたけれども、そのただ中で政治改革に賛成という立場に変わりました。その後94年年明けた国会でこの法律が提案をされ、当時は社会党だけではなくて自民党の中でも反対をする人が出るなど、かなり国会は混乱しましたけれども、結果的に、政治改革法が成立をしていくことになりました。その際、当時の社会党の国会議員、反対をした者が何名かおります。で、私もその一人です。で、その仲間たちが中心になりまして、1996年1月1日これは、当時ギリギリの日付だったんですが、新社会党を結成をする、そこに全国で同じように取り組んできた人たちが、じゃあ私たちも一緒にということで参加をしてくれまして、現在の新社会党誕生ということになりました。私はその当時衆議院議員でいたんですけれども、最初に迎えた96年小選挙区制度最初の選挙で、これは議席を失うことになりまして、その後の参議院選挙なども含めて新社会党の5名は結果的に順次議席を失うことになりました。そのために政党要件を失い、現在政党としてはずっと活動しておりますが、政党としてはなかなか認められないという形での活動を続けております。で、その後いろんな経過がございましたが、去年2月に、社民党さんの方から、昨年秋に結果は分かるわけですけれども、総選挙を一緒に戦いましょう、それは、今年2022年の参議院選挙ぜひ比例を一緒に戦うということを前提に、総選挙もやりましょうという呼びかけでありました。で、その呼びかけの中身はですね、もう先ほど福島党首の方からもお話がありましたけれども、今の私たちが生きていく憲法をしっかり生かして、そもそも平和であるから、私たちはやりたいこともやれるし言いたいことも言える、誰であったって安心して生きていけるという条件のもとだと思うんですけれども、それ自体が本来、何があったって一番に守らなければならない、国会議員の中からこんなものは古いからやめろ、もっと戦争できる条件作りということが進んでいる、その中で、私たちのように憲法をしっかり当たり前に生かしていきたいという勢力をどうにかして守るなのだけではなくて、きちんと育てたい、そういう力をお互いに尽くそうではありませんかという、その呼びかけに新社会党は応えたい、その前提で1年間議論をしてまいりました。お互いに、党の歴史としてはいろんなものを抱えておりますので、そうだねそうだねというわけにはなかなかいかなかったので時間が少しかかりましたけれども、特にこの今年の夏の参議院選挙は護憲という言葉で言われますけれども、憲法をしっかり生かしていく、そういう立場で
国会活動を貫いていけるような議員を一人でも二人でも増やしていきたい、なんとか改憲に結びつく、まあもう3分の2以上取られると本当に困ってしまいますので、そこをギリギリ、まずは私たちは防ごうではないか、そのために力を尽くそうということで決意をすることといたしました。ですから私たち新社会党にとって今年の参議院選挙は社民党さんと、そして社民党さんは緑の党、あるいは多くの市民団体の皆さんにも呼びかけておられますので、できるだけ幅広く結集をして、まあ、野党統一というふうにこの間ずっと私たちは模索もしてまいりましたけれども、まあ、党の名前を出せば、例えば立憲民主党さんと共産党さんだけでは野党統一には本来の形にはならないだろうと、でその両方をもつなぐ本当に力のある野党共闘というものを成し遂げようとすれば、その間に挟まっている本当に多くの幅のある人たちも含んでいかなければならない、まあ、そのためにでは何ができるかということで の選挙になるだろうと思います。かつ私たちの党にとりましては政党要件が、まあ、ないから、例えば比例に独自で参加しようと思うと1人600万円の供託金を10人揃えなければエントリーもできない、こういう中で、本当にじくじたる思いを続けてきたわけですけれども、今回統一名簿という形で一緒に参加できるのであれば、これは党としても大変ありがたい、まあ、そんなふうに思って、候補者を擁立をいたしました。後ほど大変簡単なご挨拶であろうと思いますがさせていただきますが、まあ、実を言うと同じ岡崎であるというのは私の次女でございます。岡崎彩子は、まあ、親の立場からするといわゆるロスジャネ世代で、引きこもりもあるいは職場での関係での差別も引き受けてきた、まあ、本人でございまして、まあ、そういう人間だから、でも頑張れるものなら頑張ってほしいと、まあ、そういうことも思いながらの最終決断でございました。まあ、後ほど本人の決意も聞いていただきまして多くの皆さんにご理解をいただけたら大変ありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ岡崎彩子さん、本当に決断をしていただきました。立候補のご挨拶をよろしくお願いしたいと思います。こんばんは。ご紹介いただきました岡崎彩子と申します。私は、新社会党青年女性委員会の代表を務めております。まあ、勇ましいことは言えないんですが、私が、まあ、出馬を決意した経緯というものをちょっと話すと、まあ、私たちの大会っていうのがその参議院候補者を決定する場だったんですけど、その大会の1週間ほど前にですね、母から出てほしいと言われて、で、まあ、その参議院選挙の候補者を選ぶ、その巡るいろいろなやり取りでいろいろあることはよく知ってたんで悩んでたんですけど、時間がないということでちょっとまあ引き受けることにしました。で、まあ、もしかしたら国政に参加するチャレンジする最後のチャンスかもしれないということも決意したきっかけです。で、まあ、でもやるとなったら私は新社会党っていう存在とか新社会党の仲間を全国に知ってもらう絶好の機会としたいと思っています。私にとって新社会党の仲間っていうのは先ほども言ったんですけど引きこもりも経験しましたが、その中で、党員の方々に支えていただいたりとかそういう時期もあったんですけど、で自立を応援していただいたり、そ
その中でも党員の人っていうのは分断を乗り越えてより良い社会を作っていこう、そして常に弱い立場の非正規労働者などに寄り添って共に戦っている。で、まあ、若い人と学習会を開いたり地域で活動して緩いつながりづくりを常に模索している姿が私にとって新社会党の姿であり、本当に心から信頼するところであり、もっと知ってほしいと思うゆえんです。今世の中でファシズムの足音さえ聞こえてきそうな社会ですが、その対極にあるのがその新社会党の先輩たちの姿と思っております。そして、まあ、私たちの青年の仲間とか私たちの世代っていうのは本当に今活動している層の人たちが、まあ、どうしても親世代の人が多いんですけど、もしその人たちがいつかいなくなった時に果たして一から運動を作っていけるのだろうかっていう危機感はすごい強く持っています。そういうこともありますし、まあ、女性として受けてきたいろいろな壁がありますが、その声を届けていくためにはやっぱり自分自身が声を上げて、そこの意思決定機関とか選挙なりに出ていかなければ本当には伝わらないんだなっていうことをこの間つくづく思ってきたこともあり、決意しました。はい、選挙は初めてですが精一杯頑張っていきたいと思っております。ありがとうございました。それでは記者の皆さんから何かあればお願いいたします。はい、どうぞ。共同通信の池田と申します。岡崎委員長にお伺いします。そのかつて、国政政党であって、まあ、議席を失って政治団体として活動されていて、その国政選挙へのチャレンジというのはいつ以来ということになるのかということが一点と、あと、まあ先ほどお話の中にもありましたが、まあ、かつての歴史で、分かれていた、まあ、批判的な見方で社民党に対してですね、批判的な見方でも分かれていったその経過からして、まあ、そういうことがあっても今回一緒に戦うということを選ばれた大きなところというのはどういったところか改めて伺いますでしょうか。座ったままで失礼します。座ったままで失礼します。ですね、おそらく誤解されている方が大半だと思うんですが、新社会党は、社民党から飛び出た政党ではなくて、日本社会党から出た結果的にですね、私たちは政治改革に反対したということを理由にして当時の日本社会党から、除名処分を受けたり、まあ、何らかの追い出しを受けた形で、徒党を組む以外になかったと、政治活動を続けていくためには、それで、新社会党を立ち上げたんです。で、96年に入って、おそらく当時の民主党の方が先だったと思います。やはり、その大半の、半分くらいの民主党の議員の方は当時の日本社会党から出て、民主党に行かれている。で、新社会党にも民主党にも行かれずに一つの形として残った仲間たちが96年、私何月かよく覚えていないんですが、社民党としてスタートをした、そういう形なので、私たちがお互いに分かれたわけではないということ、これを大前提に考えていただきたいと思います。で、まあ、ただ政党というのはね、特に何というか革新系は
あの課題はこうだ、この課題はこうだと言い出すと、みんなあのちょっとずつ違いがあって、でそれを自分たちの、まあ、ある意味教授のように持ってるもんですから、大きい目で見たらやってることほとんど一緒なのに、なぜか、まあ、選挙も別々でやってるという時代がありました。で、一番ね、最後に新社会党がやりました国政選挙は2010年の参議院選挙です。で、まあ、実はこの選挙が、その後のね、社民党と新社会党が一緒に選挙を戦うということをちょっと遠ざけることになりました。まあ、私たちの党の副委員長を当時、社民党さんの比例の候補者として出すということになって、実際 そのようにしてやったんですけれども、それにあたってですね、まあ、うちの党としてはあの副委員長を一旦離党させる、で、あの社民党さんに入党させる、でそれによって公認にするというあの形式を取りまして、それはお互いにうーんというものをあの若干残したわけです。で、まあ、結果的になかなか厳しいあの選挙にもなりましたので、まあ、私たちとしては今日まで、ある意味は体力回復 の治療をしながら12年間を過ごすことになったということです。で、あのそういう中ででもね、一緒に今はやるのが一番だというのは、先ほども申し上げましたように、あの新社会党はこの間国政選挙は基本的にはあの野党共闘を一緒に戦う、で候補者を出す選挙ではないですけれども、あの各地で本当にそれは一生懸命やってきた、あの場所によっては事実上 のその選挙の候補者の事務局長を私どもの党の党員がやっているというところもいくつかある、それぐらいにやってきたんですけれども、あの去年の総選挙の結果というのはもう本当に運なというか悔しい、でその流れでそのままあの参議院の方もね、憲法を変えようという勢力に3分の2以上取られるようなことになったらもうとても大変だと、特に私は関西にあの基本足を置いておりますので、維新 の動きだとか見ていると、今私たちが何かやるしかないと、あのそれは本当に突き動かされるような思いで、少しずつ体力も整えてきたし、昨年社民党さんの方から呼びかけもあった、でここは私たちもだから私たち自身がぜひあの緑の党や多くの、 あの皆さんにもあのこれから選挙までに何とかして一緒に参加してきていただきたいと、まあ、私はそういう意味ではその呼び水になればいいと思っているんですけれども、あのできるだけ幅の広い憲法をしっかりと生かす勢力をこの際あの作っていこうと、あのそのためにやる選挙だと考えております。